アムシェル、マイアーフォンドートシルトアムシェル、マイアーフォンドートシルト男爵は、ドイツの銀行家。ロートシルト家の祖マイアーアムシェル、ロートシルトの長男であり、フランクフルトにおける、ロートシルト財閥を継承した。1773年6月12日、マイアーアムシェル、ロートシルトの長男として神聖ローマ、帝国帝国自由都市フランクフルトのゲットーに生まれる。 父マイヤーは、ヘッセンカッセル紅白ビルヘルム旧世の御用商人だった。アムシェルは若い頃から仕事を手伝い、長尾とザーロモンと共に、ビルヘルムの居城、ビルヘルムス兵営城に詰め、より多くの手形割引の仕事を、ロートシルト家に回してもらえるよう尽力した。その結果、ロートシルト家は1789年に大銀行と名前を並べる形で、 ヘッセンカッセル法白化の正式な金融機関に指名された。1800年にはザーロモンと共に正式に父のパートナーとなる。1804年1月17日、帝国郵便が持つレーゲンスブルク宮殿の要因を兄弟でただ一人任された。1806年にナポレオン率いるフランス軍がプロイセン侵攻のついでにヘッセン選定広国やフランフルトにも侵攻してきて、 占領した大陸諸国を従わせたナポレオンは唯一抵抗を続けるイギリスを経済的に締め付けようと大陸封鎖令を出したがロンドンで事業を行う自点姉さんはこれを利用して大陸にイギリス商品を密輸しアムシェルラがこれを受け取って大陸各地で売りさばいて利益を上げたまたロートシルト家は亡命したビルヘルム一世からその再建を 秘密裏に管理することを委ねられていたので、父と共に選定校の再建改修に走り回った。1812年9月に父が死去すると、アムシェルは、ロートシルト家の課長の座とフランクフルトアムマインの銀行を継いだ。彼の4人の弟はそれぞれウィーン、ロンドン、ナポリ、パリで銀行を起こした。ナポレオン失脚後のウィーン体制でもしっかり足場を確保したアムシェルは、 ドイツ諸公の求めに応じて、融資を行った。かつての主化ヘッセン選定効果も、今やロートシルト家の融資を受ける立場となり、お金の流れは逆転した。1822年には、オーストリアのハプスブルク家より、ロートシルト5兄弟とその子孫全員に、男爵院が授与された。アムシェルも他の兄弟と同様に、ライバル銀行を圧倒して、 ロートシルト銀行帝国の半島を広げることに貢献したものの、弟たちの大成功に比べると地味な成功に止まり、経済面でのアムシェルの影は薄くなっていった。しかし彼には、ロートシルト家の課長として、各国の君主に傾聴を述べたり、スポークスマンを務めるなどの役割があり、それを通じて、弟たちの成功を盛り立てた。とりわけ1840年代以降には、 生災会大物を招いたパーティーを頻繁に開くようになった。パーティーには反ユダヤ主義的な政治家も積極的に招き、ドイツ各国がユダヤ人にの差別的取り扱いを撤廃するよう尽力した。1855年12月6日に死去した。アムシェルには子がいなかったため、アムシェルの財産は4分割され、パリのマテイ、ジェームズ、オーストリアの長男とザーロモンの子、 アンゼルム、ロンドンの自定、姉さんの4人の子、ナポリの三帝カールの3人の子がそれぞれ相続した。事業はカールの子、マイアーカールとビルヘルムカールが引き継いだ。ロートシルト系ご兄弟の中では最もユダヤ教への信仰心が厚く、弟たちがしばしばユダヤ教の解立をないがしろにすることに立腹していた。その度に、 弟たちを叱りつけては信仰心に揺るぎないことを誓わせた。敬願のある人物であり、晩年の1851年にフランクフルトで開かれたドイツ連邦議会に、夫フォン・ビスマルクが新任のプロイセン講師として派遣されてくるとすぐに彼の才能に目をつけたという。ビスマルクはアムシェルと会見したが、それについて妻に次のように書いている。 男尺は本当に古いユダヤ行商人で、それを隠そうとしないので、私は好きだ。彼は厳しく政党を牧師する人で、ユダヤ料理以外の食事に手を触れることも断る。とても背が低く、痩せている。子供はなく、家では、寂しそうな人である。ロートシルト系ご兄弟の中で子供を作れなかったのは、彼のみであり、彼はそのことをずっと思い悩んでいた。 祈祷と善行に励み、巨額の寄付を行った。小記がお金を買う手紙を屋敷の中に放り込むたびに金貨を一杯に入れた、袋を投げ返していたという。反ユダヤ主義のボートに邸宅を取り囲まれることも多かったが、その時にはバルコニーに姿を見せて、私の親しい友人諸君。君たちはお金持ちのユダヤ人からお金をもらいたいのだろうと言って、ボートたちにお金をばらまいた。 ボートたちはお金を手に入れると機嫌よく帰っていったという、ありがとうございます。